ただ世の中には自宅待機に従業員の方お願いしてるけれども、払いたくても給料が払えないという方も実はいらっしゃいます。こういう時にはこの従業員の方が自分で手を挙げていただいて、自分は自宅待機に休業になってるけれども給料を受け取れていないということを申し出ていただければ、この個人の方にも今までその方が受け取っていらっしゃった給料をベースとして最大月33万円まで受け取っていただけるようになりました。つまり実際に仕事がなくなってしまって、そして自分が属している企業から給料を受け取っていても、また直接受け取ることができなくても、働いている個人の目線から考えたときに、しっかりと支援がその方に届くような形で受け取っていただけるような仕組みを第二次補正の中に入れることができた。これが雇用を守るという意味で非常に大きなポイントだったというふうに思っています。また、例えば低所得の一人親家庭の皆さんにも特別な給付を受け取っていただくような予算も作りました。また、学生を支援するために、例えば授業料を減免するようなことを大学にやっていただいた際に、この大学の財政状況も悪くなってますので、学校に対して財政の支援をさせていただくような予算もつけることができました。いずれにしても、働く方が自分の働く場所をしっかりと確保することができる、雇用を守るというその目的を実現するような予算になってますので、この予算が適切に執行されるように今後しっかりと監督をしていきたいというふうに考えてます。